瞬発系で K 目破り変えようかな。早っ、俺待ちかよ。いや追いつけ。どう、次回です。 AJ ユナイテッド。ということで僕一人ということは今回ドッキリやらせていただきたいと思います。いきなり最速ビッグタイムコマン投入して A さんボコボコにするドッキリということで、先日ですね、こちらの8種類のビッグタイムの中からお互いに欲しい選手一人ずつ選んで引いた選手で対決をするっていう企画取ったんですけども、逆に裏を返せばその一人の選手しかもう絶対に持ってないと思ってると思うんですよ。ただ今回追加でキングスレイコマンを勝手に引かせていただいてですね、ちょっと対決の時にこそっとスカットに組み込みたいと思います。まあそれ用の企画っていうのはまた準備してるので実際に対決の時に見せていければと思うんですけども、まあ、まずはね核となるこのコマンゲットしていきたいと思います。身長179センチ24歳、ウィングストライカーというところで、レオンはインサイドレシーバーだったんですけど、俺のフォーメーション的にウィングストライカーも結構合うかなとは思っておりまして、でこれ両サイドハーフいけるんですよ。三笘もビニシウスも左しかいけなくて、いやー右いける選手いたらなとは思ったんですけども、ここにコマンが入ることによってさらにフォーメーションうまく回るんじゃないかなと思っております。ドリブル数値初期の状態で83で、まあこの辺りも高いんですけども、やっぱり突出しているところはこちらスピード88、瞬発88ということで、とにかくスピード特化ということで、まあ獲得したらこのスピードに特化していきたいと思います。こちらですね、あとはスキルにダブルタッチがついているところ、であとエラシコエッジターン軸裏ターンなど、まあドリブル系のスキル非常に豊富に持っておりますので、こういったところを使いながら A さんを抜いてゴール決めたいと思うんですけども、他にもいいスキルたくさん備わっております。さあということで A さん来る前にまずはこちらのコマン獲得していきたいと思います。で結構ねディレクトとかマネとか他にもいい選手揃ってるので、そのあたりも運よく引けたらいいなと思っております。サクッと10連でやっていきたいと思います。いや一発でいいよ。ということでこのガチャ、この最初の10連で引けると思う方はチャンネル登録を、引けないよと思う方高評価よろしくお願いいたします。コインはね今後のガチャのためにも取っておきたいんで。うわ白、前と同じだ。まあ前は星3だったから、まあそれよりはマシですけども、はい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 。で前回がこの20連目で来ましたんで、出ることを祈って引いていきたいと思います。いやこのさビッグタイムとか来てさ、俺らがドッキリ仕掛けないなんてことはないんですよ。はい、そしてビッグタイム外していく。さあ次来るのは、おやばい普通にデリフト来た。オッケー、これでかいわ。よしありがとうございます。デリフトもまたね育成して使っていきたいと思います。うわ30連目、もうこの辺りでいいけど、どう、うわやばい、これ最後まで引くか。まあただマネとかもまだ持ってないから来てくれたら嬉しいけどって言ってたな。マネも獲得ということで、ハイライトもごっそりいただいていきます。うわただハイライト1人か。さあやばい40連目、これ10連早いわ。うわラストまでいった。まあこれはもうドッキリを仕掛けることへの報いというふうに思っておきましょう。さあそして来たのが全員通常ということで、まあもうここは確定ガチャでございます。50連目、これでオレンジになんなかったら問題だよ。いやー来ました、キングスレーコマン。何あれ、なんか手のとこに黒い、あれはモザイク、見せちゃいけないもん持ってたってこと。でコマンに関してはもう僕の方でもう最速の育成考えてきておりますので、そちらで今から育成していきたいと思います。はい、ということで育て終わったキングスレイコマン、こちらでございます。総合値96まで上がりまして、でこれチームスタイルレベル100のチームに入れると99まで上昇します。で今回、サイドアタックに1振ってます。高いところで言うとボールコントロール87、ドリブル95、ボールキープ82、スピード95、瞬発95で、ボディコントロール83ということで、これがですねチームスタイル100の状態での実際の能力値がこちらでございます。ボールコン89、ドリブル97、ボールキープ84で、決定力80に上がります。スピード97、瞬発97、キック80、ジャンプ80、ボディバラ85ということで、コンディションが通常の時のチームスタイル100の状態なんですけど、さらにこれを絶好調の状態にするととんでもないことになります。オフェンセンス80乗ります。ボルトン91、ドリブル99、ボールキープ86で、決定力82まで上昇、スピード99、瞬発99、そしてキック力82、ジャンプ82、ボディバラ87で、スタミナが80まで上がるということで、最強のコマ誕生してしまいました。ということでこれをですね、まあ後でスカット紹介をした後にこそっとこちらのコマンをすり替えさせてもらって試合に臨んでいきたいと思います。気づかないような対決も今回考えてきてるんで大丈夫だと思うんですけども、 A さん来るの待ってから仕掛けていきたいと思います。ドッキリスタート。どうもです、次回です、 AJ ユナイテッド歴代セリア VS 歴代人気男子
さあどうやって探すんだよ、歴代にかかったことある人か現係。待ってくれ、俺まだ一人も探してねえぞ。それ俺はあのブンデスエスカットでしか組んできてない。なるほどね。じゃあ俺はセリエ A と陰金の人と戦うと思って。だからガチガチの陰金。違います、ブンデスできました。ということで早速スカット紹介していいですか。はい、よろしくお願いいたします。僕のスカットなんですけど、ゴールキーパードンナルンマ、 AC ミランですね。フォーバック左から AC ミラン、バルディーニ、デリフト、ユベントスです。そしてクリバリ、ナポリ、カフー、 AC ミランで、ミッドフィルダーライカールト、 AC ミラン、ワイナルドム今ローマにいます。でベッカムが AC ミランで、カカ AC ミラン、ツートップ左がフリット、 AC ミランのラウタロがインテルです。でベンチメンバーもデンゼル・ギュンフリーツが、インテルで、ビエラが AC ミランかな。でロナウジーニョも AC ミランで、ポグバが今ユベントス、ジョルジョ・スカルビーニがアタランタ、中田秀ローマです。はい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 、でルカク・インテル。おお、ね、なるほど。こちらでやらせていただきたいと思います。もうほとんどバイエルンなんですけど、ゴールキーパーノイヤー、そしてフォーバック左からアルフォンソ・デイビス、もうバイエルンのところは省いていきます。ベッケンバウアーで、ウパメカノ、そしてまあパバール、フランスになってますけどこれも、バイエルンです。ボランチキミッヒで、左サンチョがドルトムント、ティアゴ・アルカンタラ、こちらもバイエルンです。そしてニャブリで、レバンドフスキーと、オシメンなんですけども若い頃にボルフスブルク、ハセメがいたところ、はいはいはい、に所属しておりまして入れさせていただきました。でサブなんですけども、こちらカーンがバイエルン、小野伸二、ボーフム、マテウスもバイエルンで、香川真司がドルトムント、まあ、ここはルンメニゲとシャネはバイエルンで、アイクカーンがドルトムントです。バイエルンのパック買ってたからだいぶ戦力が揃ってるわけ。確かによし成功さ。いや結構いいチームには仕上がったわ。うん、だいぶね、まあ、コンディションもまあ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 、コンディションもまあまあまあ、いやバイエルンのメンバーマジ重いわ。まあそうだよな、さすがにほぼバイエルンになるよな。ねえ、ほうほうほう、いいっすね、素晴らしいっすね。アルカンタラデビュー戦なんだよね、クラブセレクションでさ。あー、あれアーノルドとか聞いた時かな、その時に。はい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 、まだ使ってなかったから。よし行きます。アルカンタラ足は遅いけど、そのあたりがどんな感じになるのか。いやでも先輩よりは早いよ多分足。いや俺よりは絶対早い、だって俺ブチに負けてるからトップスピードブチ子よりもなかったっていう、あの衝撃的なね。びっくりしたぞあれ。あれもびっくり。うわ。はいや。うわ。いやいや、出鼻くじかれたよ。で先制点重要ですから。いや先制点重要すぎるよ。いやマジか。全然。やっぱりセリアの誇りを持って戦ってるからこっちは。いやこっちだってそうだよ。うわニャブリ。あれ絶対強いもんな。お、こっち空いてる。えマジで？そう。山頂。いや、クソ取れない。うわやばい、危ない。うわマジか。さあ、ニャブリ早いよ、うちのチームで一番早いんじゃないか。ニャブリ早いな、俺も。お、おしめ、あ、やばいやばい、え、嘘、いけ、スゴー、オッケー。いやいやこわっ。あ、ぽいぽいぽい、さすがに飛び出さないからね。うん、おしめ、足引きずってた、なんか今足揉んでたもん後ろで。おしめ、足引きずってた、なんか今足揉んでたもん後ろで。いや、マジで、あの、おしめのモノマネ変態ってコメントあったけどさ、マジでできたー、おしめーん。そう変態なんだよな、 SM かよ。でも多分おしめアミタイスがめちゃくちゃ似合うから。いや似合うね、うん、足投げでしょ。え、グバルディオルは、いや、あれどっちかとプロレス系でしょグバルディオルもフェイスマスクだもんね。うん、おっそおっそ。しかも普通の戦いになったらここにまた富安とか出てくるんだろう。危険すぎるわマジで。やばっ。いやラウタロ頑張れルーヤとかどう思う、先輩から。後輩じゃん、恋愛目線。まあ、後輩じゃん、ね。うんうん、だ恋愛的には、まあ、頑張れは評価したいけどねスケジュール管理とかもしっかりしてるし、うん、マネージャーおらんのかい。あえてしっかりしてんだよね、ああいう人って、はい、あと直属の後輩のさ、あの出川さんとかどう。出川さんは樹海の後輩だった。コーナーリアクションも言えば俺が教えたからね。あ、そうだよね。だって言ってきたけど、なんか大先輩によるこのギャグもらったみたいなことも言ったじゃん、うんうんうん、だ先輩のことかって思いながらいつも聞いてるけど、あれ一応飲みの席でね、ツートンタンの個室で言ったツートンタンで個室あんの。そう、
交代するか。ニャブリと変えようかな。ニャブリと変えようかな。オッケー。よし。一人変えます。オッケー。てか推しメンがなんかブンデスってすごい違和感あるな。めちゃくちゃ違和感あるぜ。オッケー。さあゴー。キングスレイコマン。そう。名前がかっこよすぎんね。でここでコマンからダブルタッチ。失敗した。一旦サイドめちゃくちゃ2人いたぞ同じところに。あやばい。これオッケー来た。うわマルディに勝ってえなお前。当たり前だろうがやば。はい。おいマジかよ。上げさせんな。あいや。あ惜しい惜しい惜しい。今いいぞ。コマンがなサイド行った時怖えな。マルディに戻るんだ。オッケー来た。やべさすがにここ追いつかないか。やーい。オッケー。くそ。いやー上がった。くそ。マジで速い。最後の精度。速いマジ速い。さあ来い。よし。いい。ファールで止められたかスピードを。いや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 。マルディに疲れたか。くそ。ああ、よっしゃよっしゃよっしゃ出るね危ねえゴールの匂いしてきてるわプンプンちょっとマルディーニが疲れたんで次変えようやーべ早いなこいつお待ちかずれたいけー危なすぎる惜しいやべ何やってんだマルディーニがお疲れのようだ変えますちょっと俺も変えるかハーランド行こう誰ハーランド誰もいない。そしてカカワやばいちょっと待って左サイド誰もいねえぞいないこれはまずいなマティス行こうかな一人も行けないぞこれルメニゲマジか一人も行けないぞこれはやばいどけやばいくっそチャンスチャンスチャンス見ておいしっかり切り裂いてり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 てからのインパクトおいあぶねおいこれはひどいっていや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 何がだよ今のは完全にスピードを恐れてさいや早いな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 いえまさかビビった速さにない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 誰か言ったわあぶねえぜくそやべえくっそあ、チャンスおしまい最悪助かった決めててよかった最前線の危険な変態よしよしよしマジかよ危ねえ繋がったぞいけ、ルパンあ、やばいお、やばいあるぞあるぞ危ねえいやマジかうわマジか危ねえあー危ねえオッケー、いい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 。危ねえ。やべ。あぶねえ。いや、今よかったな。おおい、マジまだある、まだある。延長。やばい、ちょっと左サイドに連れてくるな、忘れた、マジで。コマのところが一番崩せるな。いや、多少でも回復したんでね。うちのマルディーニさん。通称マルさん。マルさんね。はいはいはい、ノー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 。通称マルさん。マルさんね今のは何さんえクリさんいやベッカムさんいやマジかははやばちょちょちょやばいやばいやばいマジか今のやばすぎない今のやばかっためっちゃ早かったんだよやべシュート打ててねえぞあー危ないえちょ待って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 フェノメロルだマジかよし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 おいマジかよコマンさんから一応始まってはいるしかもマルディーニに一回あってそっちの方向に行ったのが一番嫌なんだけどよかったいやこれはフェノメラル出たっぽいなマルさん何やってくれてんねん詰めろおーしまた来たいやこいつキレキレだなマジでドリブルエグいなグイ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 なおいパスはちょっとはい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 あんまないんだよ能力的にやっぱドリブルスピードだなキャノンシュートやば
えぐっ。マジかよ。マジか、あんな位置で決めれんの最高じゃん、マジで。しかもめっちゃためにためて打ったの。やってもらっていいか。よし、じゃあ行こうか。そういうことじゃないんだよ。コマンだから91、92ぐらいあるんじゃない、スピードが。じゃあ多分そんぐらいは、だこれが最近出たビッグタイムのコマンとかだったらもっと早いと思うんだよね。レオンを引いてしまいました。いや、レオン強い。レオンマジ強い。やば。あ、これ普通に行くんだよ。あ、マジで。おっしゃねあ、ハラノ来た。マジか、ちょっと待って、時間ねえぞ。クソ強え。ハラノやべえわ。このガタイに見合わずさ、結構コース狙うんだよね。いや、マジかよ。やばい。おい。あ、こっちのファールか。え、どっち。あ、終わりだ。びっくりした。何に対する決めなのかと思った。まだ後半ありますから。はぁ、あ、これはちょっと、ね、なかなか激しい戦いだな。でもハーランド2点決めてんのか。そうなんだよね。あー、これは、いやマジでここ入んない。いや、追いつけん。ごめん、ちょっとマジか。あっ、予想以上にコマンが速い。切り崩してくね、コマン。いいね。いや、止まってから初速速いな。偶然絶好調だったんだ。じゃあ95、6ぐらいになってるから。なってるかもしんない。おいおいおい。うわ、どこのやつだこれ。通常ではないでしょ。タックかな。いや、ニャムリの方結構使ってたから、コマンあんま使ってなかったけど。パス出し始めてんじゃん。もうやめろ。やば。いや、惜しい。コマン一緒にやってたことはないんだっけか、コマンと。コマンとはない。オシメンとはあるけど。オシメンとか、オシメンとハーランドぐらいか。で、直属の後輩が出川さんだっけか。出川さんが、まあ、弟子ぐらいだよね。そうそうそう。オシメンとかは、オンラインセミナーとかで教えてた。やばいじゃん。やばい、ラストが。頼むぞ。おい、おやばい。あぶねえ、PK 戦。あ、違うか。いや、ちげえよ。1点決めてんじゃん、これ。よっしゃ、1回 FC。 さすがビッグタイムキングスレコマン、最強です。皆さんもぜひ引いた方がいいよ、これは。お前、またやったか、お前。え、どうしていけない、結束変えて。あ、またいんのかよ。はい、ということで、いきなり爆速ビッグタイムキングスレイコマン投入して A さんボコボコにしてみたドッキリでございます。マジ早いと思ったけどさ。え、一応能力見ます。こっそり入れさせていただいておりまして。ちょっとさっきさ、はい、選手紹介した時いたっけ。あ、すいません、後から入れ替えさせてもらいました。え、誰と交代した。あ、サネと。あ、交代させていただいて。いや、普通にバイエルンだからコマン全然違和感なかったんだけど。チームスタイル100で絶好調状態で、ドリブル、スピード、瞬発、完走します。あの、奇跡的に今回絶好調でして。マジか。あの、99、99、99でやらせていただきました。それは早いわ、マジで。俺ら今日さ、ガチスカ対決、ね、ガチスカ対決やりました。ぶち込んで対決したいと思いますよ。4月30日日曜日の午後4時からキックオフということで。少し仕掛けたら本当にマジでへし折るから。あの、メガネ。あ、そっちか。弓かと思ったよ。